私は物の売れる仕組みや流通についてすごく興味を持っていて、やっぱりマーケティングをいろんな角度から勉強ができることと、他にはマーケティング以外にも金融なども学べるので、自分に合ったコースが選べることが魅力だと思います。先生がいるんですけれども、その中でも特になんか人事について学べるところがいいなと思って、なんか人間関係どうやったらうまいこと人と付き合っていけるかとかも学べるので、その点はよりいいなと思ってます。経営学部は楽しいです。イエーイ。経済学部のいいところは、いろんな先生と巡り合えるところですかね。例えば池上彰先生とかも、こういろんな世界でこう活躍されてる先生が実際にここに来ていただいて、生で体験した声をお話し聞けるっていうのはすごい貴重な体験だと思いますし、もちろんここにいらっしゃる常任の先生方もたくさん知識を持っている先生方なので、一つ一つ吸収できるいいところだなと思ってます。愛知学院大学。